山宏のピカイチーラジオ。さあ金曜日の夜がやってまいりました。皆さんこんばんは山宏です。こんばんは,んばんは吉本新喜劇のスッチーです。こんばんはアナウンサーの古川恵子です。まあ7月のこれ23日。はい。もう毎日猛暑猛暑でね。はい。もうどうしてんの？どう <laughs> <laughs> してるの？まあ、暑いですね。もう暑い中ゴルフの練習行ったもう。 汗だくや、そんなんするからですよ。外で。ヘロヘロやで。は。いや、危ないですよ。ちゃんと水分取っとかんと。ひたすら三時間アプローチの練習。三時間。三時間や。水飲んでも飲んでももう。おっつかへんぐらいの。中でやってますけど。はい。目の前にはですね。はい。そうですね。爽やかな。白と青がいっぱい。でこの先週のね。はい。あの一番最後のね。 はい調査これどうやねんで、うん、カルピス、ね、薄いのが好きか濃いのが好きか、うん、普通が好きか、はい、何でもええねんけど <laughs> 何でもええなんてなこと言うと飽きませんわ <laughs> いやまあだからその僕はその昔の記憶をたどりたどりで何とか答えようと思ってたら目の前のお二人は現在進行形でで今飲んでるとそうですよ、はい、しょっちゅうはい。はい 好きなものだ。あ、そう。それは薄めですか、濃いめですか。濃いめです。濃いめが好き。濃いめになっちゃうんですよね。やっぱ濃いめ飲みたい、なと思うもんね。え。え、飲みたいなと。いや、違うやん、あの昔の記憶でやで。で、古川さんだけ。薄いの、をたくさん飲みたい。これもまた驚きあったんです。けど薄いの、ごくごく飲みたい。あ、量飲めるか、その方が。うん、でも、ええやん、その話でと思ってたら。 いや,やってみようやってみようってこんなんしたらさ <laughs>、うん、終わったからビールうまないっていやいや何やねん <laughs> カルピス飲んでもビールはうまいい<お>いやカルピスって口の中っていうか喉のあたりにずっとおるやろあのね昔はねなんかちょっとね なんやろあれ湯葉みたいなやつ。はいはいはい。どっどのやつ残りましたね。残りました。最近残らないですよね。残らないと思うんですよ。これはい。それがなんかのせいなのか、むしろ薄いので飲むから残らないのか。濃いので飲むとスッチーさんも残らない。改良ちゃいます。改良かな。分らんけども。だからこれ普通濃い薄いってカップにちゃんと。カちゃんがね付箋貼って三種類作ってくれましたよ。 ませ、あ、っかく用意してくれたから飲んで<笑><笑>、ね、早のマントンカルプスのぬるいのもなかなかねそうやこういうのって薄いのから飲んでった方がいいんです、ね、さあそこですわでもやっぱり基本がわからないとね普通かは<ぁ>普通からいくそもそもそのこの普通薄い声は何かというとこのコップなんです家から持ってきたんですけどえ何それ カルミスドでカルピスって書いてあるんですけどちょっと細かいことは忘れましたが、はあ、これミスタードーナツでカルピスとなんかコラボをした時に、はい、なんか点数貯めるともらえるやつなんですけど、はい、あのおなじみの青の水玉の、ねはいはい、ガラスコップなんですけどれこれのすごいとこは分かりますかね、うん、どこまでカルピスを入れるか書いてあるんですよ。 便利濃いめおすすめ薄めって書いてあってこのドーナツの丸ですよねこれポン・デ・リングの絵なんですけどこれに合わせてカルピスを入れてこの上の線まで水を入れるこれに従って作りましたあこの「鯉」「普通薄い」をだからカルピスさんの認める3種類です もうそのトークだけで十分やねんけど、うわ、それ作ろうかな、僕。軽量カップで。軽量カップで、それこそね、まあ、これ、これも今やっていいんですか。どう、あ、こ、これが空いてるのかな。どれか空いてる。とこれ空いてます。はい。これで、はい、今このね、ペットボトルなんですね、原油。これで。入れて。入れます。まあ、おすすめにしますけどね。あ、そうですか、別にいいですよ、濃い目でも。おすすめをまず一遍。はい。これで。はい、で、これ、水。 この量を一旦自分の家にあるやつにこうやってちょっと今これでもう持って帰らんと無理ですけどだからだから何ミリで何倍とかいうのをちゃんと測ってね測ってほんで家のグラスに線入れたら水入れた。 までのこのカルピスグラスができるわけじゃないですかそういうことですね,、うん、ねそん,ん今そうやって作らなくても、はい、もう普通濃い薄いって3つ作ってくれてるやんか <laughs> うんだから,んからなんでしたんやろなんでした今それ <laughs> そ<う>やりたいんですよね <laughs>、うん、原液入れたいいんですよはいはい

<laughs> うん、お盆、お盆や、これ。ね、お盆の、お盆の、味やねジア <laughs> せやろ、なんか、そうやって懐かしむもんやと思ってたん。いやいやいや。北野さんと僕なんて、ほんまに大学とか、高校の時代以来ちゃうかなっていう。うん、ってことは、もう、かれこれ、え、何年、四十年近く。<laughs> 飲んでないんですか。ぶり、うん、飲んだで<あ><れ>いや、僕も。 カルピスウォーターとかカルピスソーダは普通に飲んでましたで最近作って飲んでるいうのは巨峰カルピスなんですよだからいわゆるこのノーマルのやつ久しぶりに飲んだので懐かしい懐かしいね確かにねまたちょっと違うんですよねこのカルピスウォーターとねなんか違うんですよなるほどな ほんで薄いの行きます？薄いやろ。濃いをいく？どっちがいいですかね。どっち行くかな？濃い行ってみる？濃い行ってみましょう。濃いから行きますか？はい。見た目にもなんか濃いもん。色が違うよね。白が濃い。行ってみるわね。あー濃いわ。贅沢やこれは。贅沢ですね。うん。やっぱこれぐらいパンチが欲しいね。うまい。パンチあるね。うん。 贅沢ですね。贅沢やわ、恋は。兄弟いない日とかにやりたい。それはやった。だから、中元とかでもらうときしか作らなかったんですよ。うちは。多分そうとか。買ってくるあの瓶のやつね。で、神の。そうそう、神で包んであってね。包んでやるやつね。中元でしかなかったんちゃうかな。で。 薄い。もういきなりほんで濃いから薄い。全回普通でリセットします。普通でリセット。普通全部飲んじゃった。ほんこっちのも。うぞ。君よう飲むな。うん。ああ、そんなようさん飲んだらまた本番中トイレ来たなんで。大丈夫です。大丈夫です。有酸菌やしね。大丈夫あの動いてきたというから今吸収します。今日はよう仕事したよな。ほんで薄い行こうか。薄い行くわ うん。これ、これで。これ、頼んない。違う、違う、暑い時とかは、これでいいんですよ。ああ、そうか。めっちゃ汗かいた後。ああ、いい外から帰ってきた後は、これに氷、ちょっと入れて。なるほどな。濃いのだったら、暑くて、たまらん時は、こう爽快感はない。よねそうなんですよ。そう。真夏、はこれなんですよ。そうか。 暑いとこから家帰ってきた時はこれ薄いのんやけど、のうん、あの、風呂上がり風呂上がり、うん、もうなんやろう 全部やること終わったぞみたいな <laughs> はい、はい、時のその、はい、外から帰ってる時のほどのごくごくではないけど <laughs> 語るなうんなんやろうなもうパンツ一丁なのか<や>もう全裸なのかいいパジャマ着替えてなのか短パンと T シャツなか <laughs> どっちらもええねんそんな格好は二十年着た T シャツあいいですね主みたいなねだるだるのでも心地いい,いよ強な 三本舞台やってきてるから声通るなもうだいぶ温まってますよね声通るわ結構声張り上げる舞台なんですよ今回まあええけどほんともう水素子飲んだ飲んでますだから濃いやつはあのゴグゴグゴグじゃないけどグビグビみたいな感じの贅沢さ贅沢感もう暑い中エアコンちょっと 強めにかけて、はい。でもちょっと汗拭きながら、これちょうど贅沢でわ濃い。これ全部ちょっとずつ残ってるわ僕。ええ？いや残って全、これ三つ混ぜたら普通になるわけやな。まあ理屈としてはそうですね。はい。混ぜるわもう。ええ。比べてくださいよ。いやもう比べたやもうだからわかったよその薄いのとこういうのを。何してますね。何が？もう。 もう一斉同じや、この元は。まあまあ、そうですけど。基本のカルピス。うん。あ、でも、やっぱ、声がちょっと買ってるわ。うん。偉いもんで、昔みたいに、すごく湯葉みたいなが。残らないですよね。まく残らないね。うん、濃いよ、飲んでも大丈夫。これやっぱ、なんか。大丈夫かな。金の具合を。そうちゃう。はい、ったんかな。 もしくはこのカルピスウォーターってすごいじゃないですか濃さが絶対変わらない、うん、その技術をこ,こちらを生み出したことで元のカルピスもなんかちょっと変わった,わったかな全然わからんけどあと最近出てるのはこのね濃いめのカルピスっていうのを売ってるんですね、はいうん これ濃いめのカルピスだから結局濃いめのカルピスは出るけど薄めのカルピスは出てないでしょそうですねまあわざわざ出さんでええんか出んでかでもやっぱ濃いの飲みたい人の方がやっぱ多いんちゃいますかねんかんでこれはだから冷凍でも美味しいって書いてあるからね宮古島の何とかで書いてるんだよ焼雪塩ちょっと塩が入ってる塩入ってんの 濃い目にはすごいなこれ1919 19年からですえ1919年、はい、100年<ー>100年ちょっと、ね、すごいわ、うん、第一次世界大戦の直後やで <laughs> <laughs> すごい歴史やね考えたらえってことで100年企業なんや100年企業まあ今だから朝日えさんになっちゃったんですけどねあ,あ朝日飲料って書いてある カルピス単独の会社ではなくなっちゃったそういうことかいやでもええなこのでもこのカルピス懐かしいなっていう感覚って何歳ぐらいまでの人なんやろいやいやまさに今僕が懐かしいですよ我々懐かしいじゃないですかいやいやあなたは毎日のように飲んでるから懐かしくないんですよいや映画な毎日毎日懐かしいと思って飲んだら映画な ななんんで懐かしい気持ちを捨てなきませんの <laughs> 僕が毎日飲んでも「<laughs> ああの頃思い出すな」っつって飲めるすよこの場で今飲んだ僕が「はい、ああ懐かしい」って思うものと、うん、スッチーが毎日のように懐かしいんで飲んでるのその「ああ懐かしい」は全然ちゃうでいやあの毎日噛みしめるように懐かしいと思ってたらそれは一緒じゃないですかえ慣れてくるやん体が舌 <laughs> と舌となんか味覚でも気持ちは強いですやん 今飲んだあ懐かしいっていうのとはもう全然違ういやでもこの後のビールがまずなるって言ってはる人の懐かしいですから <laughs> ちょっともう邪念入ってますねいやでも、うん、今の若い子はまあでも今の若い子も家でこれをしてれば、ね、懐かしいかでも昔よりもやっぱり。うん ジュースは増えましたもんね,そうやね選択肢がすごく増えたので昔ね、うん、僕たち子供の頃飲んでた時のカルビスってねやっぱりそうそうねしょっちゅう飲めなかったからね、うん、だから贅沢品やったですよ<う>これは。だからもう 夏おばあちゃん家行ったらカルピスでちょっと外食行ってジュース飲んでもええっていって出てくるのはバヤリースはい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 オレンジ言うたらバヤリースやったらバヤリース多かったねプラッシーもあったねプラッシーお米屋さんで扱ってたんだねだから昔よりもほんまに増えてるからそうやなうんでコンビニ行ったらずらっと並んでるでしょ自分で買えるんですよねだからあれ絶対飲んでたよねがバラバラになっちゃってる分を こんだけそのあるあるのようにうわーこれおばあちゃんちでとはならないんでしょうねそう考えたらかわいそうやな、まあ、思い出がバラバラ確かにそうですね、うん、だから50年後40年後50年後のラジオ番組でこういうトークができない <laughs> そうですね、うん、懐かしいなっていうなはいやー美味しいカルピスね飲んだ全部飲んだで全部飲みました <laughs>、はい、ノルマ果たしたみたしみうんそうですねいいうまい カルピスウォーター飲んでみます？もうでもチャポチャポなってます僕。ソラあなた。古川さんのコップにいっぱい多く飲んでますからね。いっぱいどころかもうなみなみと入れてたもんな。も勝手に勝手に一人のコップ。なんちゃん後でこれあれとって大丈夫ですごめん。大丈夫です。ちょっとじゃあカルピスウォーターがどれぐらいのそうですね。あ僕もちょっとだけ行こうかな。行くの？まだ行くのあなた？いやあのカルピスウォーターがどういう違いかっていうちょっとじゃ。 すいません濃いなすいませんグルフタよいしょよいしょなんか爽やかな絵描いてるわ、うん、そうですね学生が,こうがなんかそんな CM でしたもんね,ね<え>制服着たコーラのね,ねああ、やっぱ全然ちゃうねよいしょ、うん、いわゆる薄めて作るのと、ええ、このあのねさらっとしてるうん 何やろスポーツしながら飲める感じちゃうすっきり爽やかって書いてあるわうんすっきり感がね放課後カルピスとかでカルピスウォーターはこの最近の改良された改良されたんかなどうか分かんないですけどさ日々やってるんでしょうけど昔みたいにちょっと残らへんねって言うてるけどでもやっぱちょっと濃い感じあるじゃないですかありますねその下にちょっとだけ残るこうクンってくる感じね この懐かしい感じよりは爽やかすっきりすっきりやねさらっとしてますわせやでカルピスを持ってね頭の中でほんでこれ飲むとちょっと頼んないねそうですねやっぱカルピスウォーターですねカルピスウォーターねこれはいやこの作るカルピスやねやっぱりね好みの濃さでね全部飲んだでこれは。 これだからお酒と割ってもいけますしね多分いやそんなことしたあかんな <laughs> いやあかんことはあれへんからいやメニューにあるもんなありますよカルピスチューハイはチューハイあるよね、うん、あとカルピスコーラええ。えカルピスをコーラで割るあなたが勝手にやっていやいや近くの喫茶店のメニューにあって、えー、美味しかったから家でやったらできましたあえなんで家の近くの喫茶店なんでなんで行くの 行きません女子。行っていな。なんでそれをなんで行くのって。家の家の近くの喫茶店なんで行ったあかんねん喫茶店じゃなな。はい。あのどっか出かけた始まった始まった。どっか出かけて何々中のはな始まったぞ。待ち合わせするときにな。間やないんか。なやないんか。時間も余命視やな。まああの先についたもんが待ってることにしようかって言って待ち合わせとかで。 過ごす場所で、家の近くやったら家でおったりや。家で喋れないことを喋りに行く女子高生のたまり場の喫茶店です。なるほど。友達と喋るための喫茶店。家では喋れないの。家では喋らない。あと雰囲気ね。喫茶店の。雰囲気雰囲気。あのなあの近所の常連さんなんかよく来てるよな。必ず新聞ばって取って席まで決まってて、でも注文せえへんねそういう人は。 だまってしむよ。もう勝手に持っててくれるって、いうコーヒーとトースト。わ、ええな、そんな喫茶店、ええな、場所決まってる。場所決まってる。ええな、ビロードの椅子で。あ、そうやったな。いいですね。ちょっとだけカタカタする。バランスですね。そんなところにカルピスコーラが。あったありました。美味しいです。カルピスコーラの割り方って、この水の割り方の割合やったら、濃くなりません。 甘いでもんに甘いもんねでもねでもカルピスが少ない分そしたらコーラが増えるので結構濃いめですカルピスはああ半々ぐらいで作っといて氷しっかり入れてみてやってみよう美味しいですよやってみいひんと思うけどまあいいやこのおっさんは今度からこうやって飲み方こう変えるっていうのはんかお酒かなんかでやってよもうカルピスは付き合ったから。 付き合ったからやって。<laughs> 今日今日付き合ったやんか。はい、カルピスは。なんかお酒、まあ。確かにね、大人な感じというか、うん、やっぱりその僕もね、お家でちょっと飲むようになりましたから、えー、なんかこの飲み方美味しいというのは知りたいですね。うん、知りたいですね。うん、いろんな飲み物をね、うんうん、結構発見がそのカルピスコーラじゃないですけど、うんはい、そういう発見があるかもしれないんで。はい、ただまこの時間に。えー あ番組冒頭でそれをやってしまってお酒やろ後半どうなっていくの <laughs> 大丈夫ですかほんまや,んまやん僕車で来てたら帰られへんいや僕は電車でちゃんと来て <laughs> 電車で帰るじゃあ,あそうですかそういう時は 後半山本社交クラブあたりでいや山本社交クラブあたりにいっぱいちょっと引っ掛けた気持でちょうどいいから僕ほんならその山本さんが山本さんが山本さんって久しぶりに山本社交クラブから引っ張られて山本さんがね恥ずかしいわあの飲んでる様を見てその頭の色の変わり具合とかを見てあこれなっていう判断しますわかりましたはい。 ちょっと今火に焼けてるんで変化が分かりづらいですけれどもお酒って敵面出ますねトローンとしてくるかもわからないですでそれを聞いてまた家でもできますよ。はいそうやと思いますいや懐かしい感じ懐かしかったですよ本当にこんな感じになっておりますねしかも飲みやすくて美味しくいただけましたですねはいね 暑い夏なんとかカルピスで考えてオープニングトーク20分目安もう20分経ったカルピスたかたかカルピスを飲んだだけやでそれで20分も経ってるいやだからすごいわだってこんだけ歴史あるもんですからすごいなみんな飲んだことあるよねこれははいみんなホットカルピスもありま冬はホットカルピスええなはいうん カルピス広がるわ <laughs> 僕ねこう見えてホットミルク好きなんですよこう見えて,てるんです、ね、んからそ,そういうイメージがないと思うんですないですねホットミルクにちょっと砂糖入れてはい。砂糖入れるんですか、えー、<ー>僕も好きですあの砂糖入ってる牛乳はええ。じゃ十分甘いじゃないですかホットにしたら牛乳牛乳甘くしてもあったかくしてもそんなに甘くはならないですよい甘いですよ甘み出るんですか出ます出ますいや,すいやそこにグラニュー豆腐とかねちょっとへー、うん ね、美味しい。あ、美味しいですね。ただ、あれは、ほんまにほっこりするから、仕事にならんと思う。確かに。もう終わりって感じ。そうそうそうそ寝られないときに飲むもんですから。そういうことですね。まあ、またやりましょう。いろいろやって。第二弾、三弾。はい。ため息でた。飲んだ。 各コーナー今日もございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した新しいモンスターの報告をお待ちしていますそして山本社交クラブ皆さんの恋の話教えてください、はい ご休み持ちこうございますので,です、ね、皆さんどうなっているか教えてくださいイベントがねイベントがね、はい。ピカイチ価値観調査これどうやねんでは皆さんがこれどうやねんと思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたしますメッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントします山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントします 送って来られると何かと困るという方は、事態希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、y a m a m b s 1九7 9 c o m y a m a m b s 九1 7 9 c o m ファックスは大阪066809-9090、 大阪066809-9090です。番組の公式ツイッターアットマーク、山1179、公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿、街中モンスターハンター。 モンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中には様々なモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます神戸の進化する中年さんが見つけたモンスターですはい <laughs> いい返事でしたね今ね <laughs> バイクに乗っていた時のことです 後方にカップルと思われる若い男女が乗ったバイクが走っていました、うん、走行中も信号待ちの時もそのバイクは車間距離が近く なんか追突されそうで怖いなぁと思いながらミラーでチラチラ確認しながら走行していたのですが、うん、何回目かの信号待ちの時にそのバイクの兄ちゃんがバイクにまたがったまま近づいてきて「何、うん、やねんほら」と絡んできました、うん、私がチラチラミラーで確認していたのが気に入らなかったのでしょうが煽り運転などが問題視されているこのご時世で「こんなやつまだおるんや」と思いながら「ややこしいトラブルになっても面倒なので」 何,ですか何もないですよと返したところ何もないってないやおらと再び絡んできました、うん、私は一応複数の武道の有段者で今も現役でトレーニングをしており万が一喧嘩になっても負ける気はしませんが、うん、無用のトラブルは避けたいとの思いからちょうど信号が青になったところで兄ちゃんを無視して発進しました、うん、するとその兄ちゃんは私を追い抜いて走り去っていきましたが もし私が「なんやこら」と絡み返したらどうするつもりだったのでしょうか、うん、この兄ちゃんに一言「あんなお前が危なっかしい運転するからこっちはミラーで安全確認してただけやろそれと彼女の前で生きりたいんか知らんけどあんまりどこの誰か知らん人に絡まん方がええで、うん、普通に見えてもやばい人はやっぱ夜からな」うん。 仮に私がやばい人物で彼女がトラブルに巻き込まれたらお前は彼女を守れるんか、うん、と言ってやりたかったですなるほどなるほどやっぱこの人はあの有断者だけに余裕があるねありますね<ー>かっこいいなかっこいいねこういう人ね勢いだけで言ってしまう私のようなね <laughs> タイプじゃないからさもうとにかくトラブルを避けることやね、うん、外では、うん ほんまにはもう今もなんかトラブルになっても損しかないじゃないですかそれに尽きるよね確実にこっちがもう間違ってないと向こうが悪いでももうとりあえず喋ったらもう亡くなるぞとかもうそれが一番賢いですようんかにね。 かっこいい。進化する。普通の武道の有段者です。言うてみたいな、そんな。すごいね。はい、今も鍛えていますよそんな人に、あんた、ふっかけた。な、ごらーとよう言うたもんですね。ええ、過去したんでしょうね。彼女の。そやな。手前ね。ええ。気付けな、あれや、ほんに、本当に。特住所の方です。燕が飛ぶようになりました。はい。さんが見つけたモンスターです。 我が家の畑の向こうに林がありその向こうに共同墓地がありますその墓地の隅っこが S さんのお家のお墓なんです、うん、ご主人が病気されてからはご夫婦で毎日のようにお参りされてご主人が亡くなってからは奥さんが毎日のように参られているんですそれは結構なことと思いますがただ一つ困ったことがあるんです それはご夫婦で参られていた時からそうなんですがとにかくバナーが悪いんです<れ>お供えのお花の包み紙をお墓の隣の我が家の林にほかすんです、えー、お供えしていた古いお花や雑草 お墓を洗った後の汚い水も、全部我が家の林にほかすんです。それだけじゃないんです。おさお供えの食べ物を袋ごと備えて持って帰らないんです。それを猫やカラスが我が家の林や畑に持ってきて食べるので、ゴミ、うん、だらけになるんです。村の寄り合いや回覧板などでそれとなく注意はしてもらっているんですが、本人には全く効果がありません。本当どうにかならないもんでしょうか。 これは間違いなくモンスターでほ<え>といたいんおししの墓の前にそんなんだけどな、うんうん、お寺とかなお墓っていうのは何やろ、うん、なんかちゃんとしようと思えへん。 そう,そうですか、ね、そのご先祖様には罪ないもんなのこの話も最初出だしは夫婦揃って毎日のようにねお前にされてまあ先祖を敬ってね、うん、ちゃんとしてるんやなってええー、話のようやったわけですよ、うん、だから墓に行った時ってその例えばその袋をペッと吸ってたりとかって、うん 誰が見てなくてもしないじゃないですかそういうことできる神経ってのはわかんないですね毎日お参りすると逆にそうやってちょっと慣れちゃうんですかねそうかもしれんねはかなれですわはかなれはかれってな言葉あるいやーバチャ当たるかと思うんですけどね僕なんかはまあでもまあ あのあこんな人もおるんやなぐらいに思ってたらええんちゃう,うん迷惑やで迷惑やけどそういがちょっと面倒くさいですけどね昔話やったらねすぐその人に悪いこと起こるんですから、ね、<laughs> そうですね<ー>なんか罰な罰当たるけどな、ねうん、こればっかりはなもうでえ年やろうしきっとうそうですよね直、うん、らんわ。 回覧板で書いてもね、通じないぐらいですからね。うん、あ、もうしょうがないわ。はあ、そういう人もおるんやなっていうね。気持ちで。ねね、こっちは徳を積むと。そう、そうしましょう。そうしましょ <laughs> う、ね。それが一番いいですね。うん、はい。続いては、徳明さん。が見つけたモンスターです。モンスターは僕の母親です。 僕は中高同じ学校である S 学園へ通っていました。その学校で6年間楽しく過ごせたのですが母親は「本当にそこでよかった?」としつこく聞いてきます。とっても楽しいし友達もいい人ばっかりやしなどと答えても「でも大学ついてへんやん。L 学園やったら大学あったし有名やん」と言ってきます。これれを S 学園にに通っていいたた年年間毎年聞かれ続けましたひどい時には インターナショナルスクールに入れとけばよかったほんまにごめんと言われました <S,、うん、<S, S 学園ほんまおもろないやろと愚痴も言いますとにかく僕の母親はある決断をしたとき やっぱりこうすればよかったああすればよかったと言ってきます、うん、それで毎日ため息ばかりついています、うん、それが本当に鬱陶しいです、うん、説得してもそれやったらこうするべきやったなとまた後悔しています、うん、どうしようもないのでほっとこうと思いましたがそれはそれで解決せず空気が重くなるだけ何か言ったら反論あるいは私が間違ってたと言ってきます、うん まあだから子供のことで一生懸命な気持ちはわかるんですけどね、うん、だけどやっぱりちょっと行き過ぎたっていうか子供が満足してるのにそんなことをね言っちゃだめなんですけどでもあなたのお母さんのことですしね逆に反面教師っていうか、うん、あの自分が今度親になった時にこういうことはやめとこうというふうに思ってたらいいんじゃないのですね。と、うん、とことん,ほんまやで って言ったったらいいんちゃいますいやそしたらエンドレスやでそれで「ほんまやでもうなんであっちにしてくれへんかったんもう嫌やわ毎日毎日ほんまやで」って言ってたら「うん、なんでそんなん言われなあかんねん」って向こうがなってきて <laughs>、うん、今までのその性格が変わっていくんちゃうかなあの、ね、世の中全部な新喜劇みたいな話にならないんなりまへんかなりまへんでそれ45分でもうまくおりまへんか <laughs> ずーっと続くわそうかうー だからね、えー、逆にあなたは大人ですよ。うん、ね<え>。そうやって、まあ、反論もせず。うん、確かに、モンスターやっていうふうに、こちらには投稿しているわけですけれども。うん、まあ、その気持ちもわかるし、うんうん。受け止めてあげてくださいも。ね<え>。処なんですよ、それおかしい。そうですね、もう、そういう方も。ずっとそうか。変わらないんですよね。うん、ねそうですね、何事も、そういうふうに取る人いますよね。うんうん、ネガティブでなわけですよね。 あなたはポジティブでいきましょうよ。ね、その分ね、まあ。とりあえず。はいはい、はい、言うといて,て、ね。はいはい。そうそう、言うといたら、もういいと思う。はい、言うといて。うん、それで、どうでしょうか。<laughs> ねうん、はい。えー 今日もいろんなまだ俺カルピスがカルピスが <laughs> いいになんかカルピスが、えー、皆さんもいろんなところで出、えー、くわしたモンスター情報をお待ちしておりますさて今日の曲ですけど今日もギターをお届けしたいなと思うんですけど山元というねちょうど僕とほぼ同世代だと思いますけどえー、二人ギターユニットのとっても素晴らしい演奏される方ですね夏の暑い夜にぴったりの曲です山元で木と音

らら結構水入れててままますすすすもんんんねその分飲ででかチチャャ言いいいながが続報届おりタカピョンさやゴルフって本当に楽しいですねゴルフの練習で知り合った女性と平日ゴルフ回ってその後と「点々点」だったのに。 そうそう仕事の電話が結構かかってきたので彼女が気遣って今日はもう早く帰りましょうって言ってあかんねえ言うたんや言われてほんでキスはしたけどそこまでって言われてどんな営業形態やねんってスッチーさんが怒ってたその店いうてどんな店やねん言ってたんですけど続報が来ました。 あれから彼女とはゴルフ場のラウンドには行けてないですが、うん、土曜日の夜の練習には毎週行っています<ー>ここ最近は練習もほどほどに終わってから彼女との二人の時間を楽しんでいます、うん、いつもそのまま車で走って海辺へ行き、うん、車を止めて会話をしながらキスをします、うん、やっぱり深いキスになってしまいます、うんうん、キスだけだから体を触るのはやめておこうと思ってキスに専念していたのですが、うん、突然 彼女の手がスルスルルと私の服の服中に入ってきててきき乳首を刺激してきましまたおいおい私はびっくりして彼女の顔を見ましたが、うん、彼女は微笑んで私の手を彼女の胸に誘ってくれました、うん、私の車には後部にカーテンがあり、うん、後部座席に移動して続きを楽しみました、うん、私は積極的に攻めて彼女も積極的に攻め返して 気づけば2人とも裸になっていました、えー、でもナイスインはできないだろうと思って我慢しているとスルッと体勢を変えた瞬間その時は突然やってきました、うん、チップインバーディーで彼女の中へそして19番ホールを終えると彼女が私の乳首周りに吸い付いてきて吸盤 <laughs>、うん、に吸われたような跡がたくさんつきました。うんうん ね、私以外とエッチしないようにマークつけちゃっただから奥さんともしないでねと一瞬ハッと割れに帰りましたがもう後の祭りです、うんうん、私も彼女ににマークしし人だけの秘密にしていますそれからはたびたび彼女の積極的な攻めに合いいろんなところに吸い付かれますがバーディーはその時だけです次の19番ホールはいつになることやらです。 そしてこの土曜日ももちろん練習デートしてきますナイスバーディーと行きたいですねいやーゴルフって本当に楽しいですね山博さんいやゴルフは楽しいよゴルフは楽しいけど <laughs> かぴょん言うとくわそれナイスバーディーちゃうからね <laughs> 向こうからそうですねなんかもう向こうの思いのままですね,ね結局だからキスオンリーの子でもなかったんですよ、うん、で向こうがもう乗ったら向こう次第でってことでしょはい、はい、向こう次第なんでだけどそのラウンドした時も仕事の電話とか出て、うん、結局ダメさせてだからあの駄目ですよ貴ぴょんそういう姿勢は。 こっ,っね、こっちがやっぱり主導権握らないといナイスバーディーとは言えない。この任してる状況が楽しかったりしてないんですか？えでもかなり意外な局面にこう展開していってるやん。大体いいねそのキスにキスに専念して体は触るのはやめておきましたってそれがおかしいですよ。<laughs> どこを支えてたんやろと思いますもん。ほうそうそうそうね。うんうん、ねこんなんもうなんか車やったらその。 持つとこありますよ上の方にあのドアの上の方にね、うん、あれ持ってたんかとか、うん、だって触れない、うん、触っちゃダメやと思ってたんだけど、ねうん、けやっぱりキスっていうのはそういうもんじゃないでしょうからね。うん、もしかしかたらそのすごい真面目に 触らずにやってたから向こうからしたらすごい焦らしになってっあ向こうに焦らしたってこと？そう。うん、あ高ピョンが焦らすつもりではなかったけど。ないけども結果ずっと真面目に触んのあかんと思ってしてしてたら向こうがもうもどかしくなって、うん、も自分から女の人ってっそういう瞬間ってあるのかもしれないですね <laughs>、うん。それはね。ね。うん、特にそういうタイプの彼女スイッチ入りやすそうな感じの、ね。そうポン入ったなスイッチがね。うん、だけどさ。 マークをそんなにつける子は <laughs> ね<え>、要注意だね危ないですそのうちね、うん、ねえ見えないところのうちはいいですけどもね<え>。ね<え>それにやっぱり家に帰ってこの時期暑いから脱ぐじゃないですかぷっかりね夏場はやばいと思うけどなあ,あ,あんまりマークそんなにこうつけるのはどうかなって思うな、うん、と車の中でっていうのもすごいな そうですね若い頃やったらまだあれですけどバンみたいになってんのかなそうでしょうね後ろに打てカーテンかスペースがあるってことやからね痕跡残りますってそのうち痕跡なうんだかなり危ないことしてんで奥さんいるのにそうですよ知らんで自分そのうち何これってなりますねそんな出てくるよそうそうやのに本人は なんかゴルフに例えて浮かれまくってるからな <laughs>、ね、これそうそう浮かれてるところがちょっと危険ですよねう危ないからちゃんと注意しながら慎重にね,、うんうん、ね車とか言わずにちゃんとしたところに行くとかしてください、うんねうん、そしたら本物のナイスバーディー、ね、お<ー>って言っていいと思いますけどね <laughs> まあまあでも 思の、ね、うの、ね、か、スムーズ前回ちょっと後ろ向きな感じでしたけど、今回ね。まあシビオク行きましたですな、ね。ね<ー>はい。は<ー>おめでとうございます。<laughs> そんなこうなっちゃうんだけど。<laughs> <laughs> もう一つ行きましょうか。はい、この方は台風焼きそばさん女性の方です。はい。 もしかすると山本社交クラブのドレスコードすら満たしていない門前払いレベルかもしれない私の悩みを聞いてください、はい、このところ定期的に通院している内科の主治医に恋をしてししてままいました、はあ、初めて先生を見た時は飾らない素朴な感じと時に厳しい物言いにいい先生だなあくらいの気持ちだったのですが、うん、だんだん男性として惹かれている自分に気がつきました。うん、冗談を言う笑顔 白衣から覗く毛深いところなどキュンキュンします。毛深いのがいいやん。三十 <laughs> 代に離婚を経験し、その時に男性にというか、結婚に懲りてしまったので。うん、それから十年間はシングルで。 何不自由なく心底楽しく日々を過ごしてまいりましたはい、はい、高校生の時から彼氏もいましたし20代には海外留学をしていて、うん、外国人の彼とも数年お付き合いをしていました、うん、でもこの度自分が全くの白紙に戻ってしまっていることに改めて気がつき、うん、まさしくセカンドバージンってこのことかと愕然としています、うん、恋ってどうしたらいいんだっけと中学生レベルでわからなくなっています頑張ってどこかで 練習しようかしらと思ったりするのですが早まってますね先生とのことすらわからないのに本当に社交クラブの皆様はすごいと思います、うん、スッチーさんしょうもないと呆れないで <laughs> よもしよろしければセカンドバージンの今後の心得や作戦などご助言いただけますと幸いです、うん っていうことですよ、すっちさん、どの辺まで踏み込みたいかですけどね。そうですね、どの辺を、その、ご希望ですかっていうことです。どこまで言えば行きたいか。うそれによってだいぶ話は変わってきますからね。当然でも最後まででしょう、主治医。うん、そら。まずは病院の外で。ご飯でも食べ。やっぱり。 変なやつやと思われたら終わりですからね。うん、その思い切った誘惑はできないわけじゃないですか。うんうん、ね。そうですね。うん、するチャンスもなかなか難しいですよね。えー、もうじゃあ手紙作戦は？手紙。ああでも証拠残りますよ。そういうのややこしいですよ。<laughs> でもその相手のことを人格的に多分好きになってるじゃない。うん、だからその変なことをせえへんのちゃう？手紙受け取ってこの人はなんか。う 連絡誰かに連絡するとか、うん、そんなことはせんしないんじゃないそうかあかんかなしし手紙というか連絡先渡すとかまあ連絡先渡すで渡したものの何のあれもなかった時に次の一手がちょっとああ連絡がなかった時か気まずくなりません通うわけでしょ なんかたまたま見かけたバーで見かけたかっこいい男の子に「どうしようちょっと連絡先渡してみようかな」ぐらいやったら、うん、かかってくりゃラッキーかかってこんかったらまあええわやけどこれ通ってるし定期的にはじゃあでもど,どうしたってその相手にその気がなかったら、うん、求めててるものは返ってこなないいじゃない、うん、だから軽くそのもっと今よりも話してみる。 相手の趣味なり何なり聞き出すのか何なのかでもさその診察室ってそういう世間話ってほぼほぼできないじゃないそうですねうーん看護師さんや受付の人や相手があるし看護師さんいるわ必ず立ってるわ後ろに立ってますよなんかちょっと出てくる時ありますやんペタ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 とちょっと スリッパ鳴らして、うん、先生ペタペタッとどっかに移動するような感じの時にうんそんなもう無理か病院で待ってられへんか病院の外それはさそれは見方を変えたらストーカーに見えるで。うん、そもか 難しいひそうそうお昔のためにそれこそ近所の喫茶店とか、うん、会うことありますけど、ね、<あ>先生白衣の言ったら分からへんかったわみたいなことあります網張、ね、るわけそそうそう,そう。うん、あ先生が難しいな、うん、通っている病院の先生とどこから展開するか先生は人気あるやろうしなそういう人やったらね人気もあるやろうけどう独身なんですかね先生は そこも分からん何も分かんないでしょう個人情報はねえん一遍だけ短い時間やけど診察室でグッとほんまにグッとこう深いところを短い時間で一瞬グッとえぐってみる、うん、そ,のそれこそも、えー、結婚されてはるんですか?」とか、うん、みたいな一瞬グンといっていやだそれがね看護師さんがいなければ <laughs>、うん、できるけど, <laughs> けど、ね、後ろに立ってんだよ 不調が関係あるる女の人はそれはできますななかなか難しいです、ね、言えないと思うそ一言で声に出すっていうのがね,ね渡すのがいいと思うけどそれで返事とかなかったらもうちょっと渡すのってそんなんこそあれってこうなりますよ。 だから先生あのちょっとご相談申し上げたいことがあるのでこういうところではなかなか時間もお取りしていただけないと思うんでこれ書いて聞きましたんで,読んでみてくださいそれも一瞬にして噂になりますよ。<laughs> こういうところではってあれ何せやな<て>せやな 難しいなどうしたら進めなきませんかなんか。たまに行く病院の楽しみぐらいにとどめといたほうがよくないですかいやせやけどな本人はセカンドバージン言うて一番いい時はね可愛らしいじゃないですかこういうこと可愛いですけどもだから他でええわとかもう見てるだけとかではもうちょっと無理な状態に今なってるわけでしょ踏み込みたくなって踏み込ませてあげて どうしようかなその後々の気まずさとか別に構わへんとりあえずちょっとグッと行ってみる、うん、だからもう今のまんまか、うん、ちょっと頑張るのか、うん、もうどちらかにしてだから僕はちょっと頑張るんやったら手紙っていうかあの書いて渡すっていうのがいいんかなと思ったんですけどね、うん、何の手紙ってなるじゃないですかタイミングも何もなかったら。うん 例えばね診察がもう最後これで最後とかねっていうんやったら渡しやすいけどねなんお菓子とか折ってってもんなんすかあかんと思う今受け取らないとダメかほな手紙もちょっとなんかどう渡してんやろってね<え>こそっと渡すのもやらしいし先生がちゃんと持って帰ってくれたらいいけどうんそれはしてくれるって机にでも置いとかれた日にゃうわあ恥ずかしいちょっと待って不調がいる不調見,見るから、うん でも自分がもし医者の立場やったら嬉しいもらうっていうのは、うん、ファンレターですから嫌な気はしないんだから渡す時にその不調の目をこう盗んでいない時に <laughs>、うん。 ちょ,ち,ょちょっとこれ読んでください 1>, 1回だけどっか全くってどうですか例えばまあ駐車場なのか何なのか先生が何で通ってるのかをちょっと頑張って調べるうんでその1回だけにかける何回も何回もそのたチャンスがあるんやったらそっちの方が絶対いいんですよ部屋の外がねんそ,そんなうまいこと合う どんな病院で、ね、そこがだから開業医でそこに住んであったりしたらあんまり出てこないしないでも大きい病院やったら、うん、駐車場に車出てきたりもしますしね。うんうん、それまでそ,そこのぐっとこうその駐車場なんかでこう待ち伏せする前に、うん、もうちょっといろいろ話す冗談も言う感じの先生みたいなので今までよりももうちょっとだけこう。 話やったら周りが見ててもああいつものおしゃべりねぐらいの感じでちょっと隙をうかがってそれこそほんまにポンと渡せるようなタイムが来たら渡せるようにに常持っくそれは持っといた方がいいねそれは持っといて何か書き物してねでもし手紙渡すより前になんかごなんのちょっとした話できそうやったらパッと行くだからいろんな武器を持った上で。 うん、じゃあしばらくはその出てくるところをまず、うん、なんとかね作りたいから、うん、車の中で待機してんなあかんね。うん、ああそれもありですね。ね台風焼きそばさんがが、うんうん、こっちが だからもうそれこそカルピスとかいろんなもんこうで車の中にな上品しといて上品なるでこれいろいろ考えすぎてどうされました体調悪んですかウキウキしてはるから濃いやからこれはそうかそうか頑張ってみてよチャンスはやってくるかもしれないいうようにねそうだから短いチャンスやからほんまにいつでもパンと渡せるようなあの軽めの 手紙とかちょっとだからその,その時にどれが一番ええかその3パターンぐらい用意しといて3パターンも用意するの、うん、軽い感じとか間違えそグッといく感じとか、うんうん、で渡さへん渡すのあれやけどちょちょっと喋れそうやなっていう時に、うん、どんな短い言葉で誘うのが一番ええかうんどの辺住んでますのが変やったら何か,、うん、かこの辺で美味しい店ありますとか良い行かはるとこありますとか。うん まあ軽いトークね軽いやり取りはいいかもしれないですけどね。行動範囲が分かるような。この辺で美味しい喫茶店あります？どこ行かります？何時折りかあります？どの辺座ります？えらい聞くな。君言って。悟られんようにね今の感じにならないように。今のはちょっと悟られてますからねそこまで言ったら。まあ軽く軽く。こんな考えの確かに久しぶりですね。楽しいと思うよ。楽しいやそんな相手が出てきたんやから。 まずは情報看護師さんとかから情報を集める。先生と結婚してあるんですか、言て。看護師さんとか、周りからか。その辺から攻めていくか。でもあんまり広げん方がええんちゃうの?。まあなんかいけそうな、ちょっと優しそうな。はい。はい。はい。人見てね。人見て。人見て。急にバーンと足引っ張ってくる人もいますからね。気をつけるできれば自分でこっそり渡せるチャンスがあれば。一番いいことは言うんですけど。 ちょっと一つ頑張ってみてくださいね<え>参考になりましたでしょうかちょっとまたどうなったかも <laughs> そうですね、うん、朗報待ってますのでねえ、はい、よろしくお願いいたしますええやんか楽しって以上山本社交クラブでしたピカイチ,カチカン調査これま参りましょうあたれ万馬ばさんのドヤネ「どやねん」ですはい、はい うだるような国書が続きます、うん、スッチーさんと同世代の私<う>この国書に耐えられる自信がないのでハーフパンツ、うん、短パンデビューしようかと思っていますしかし周りの目が気がかりですそれはすね毛です、うん、A すね毛は剃る方がいいと思う、うん、B 自然のまま剃らない方がいい、うん、どっちですかお三方はすね毛気になりますかはい。い A か B かね A, A 剃る B 剃らないはい、はい せーの,ーの B 三人とも B です、はい、そりゃそうですよねそう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 、うん、変に沿ってる方がなんか、えー、あれ なんであんなつるつるって、その方が不自然でしょ。自然にした方がだいたいね毛をねどの毛でも脱毛とかね、もったいない。意味わからんね。もったいないね。でも最初は抵抗あるけど早めに短パン履いて火焼けて、なあの真っ白よりかは目立ちにくく、その方がいいでしょ。なるほど。そうしてください。解決があっていいじゃないですか。 はい、どうも今日もお疲れ様でした。でした。一時間楽しく過ごしました。なん何と言ってもこの、カルピスマでカルピスですよ、これね。カましたね。さらにこれ、古川さんの。コップね。のコップで。その上の線、そこまでついたからね。ここで、おすすめ、濃いめ、薄め。で、入れて、ここまでです。 まあまあ、氷入れての話ですけどね。ねあ、そっか、そうか、そっか。あ、じゃ、あちょっと薄めで飲んだってことかもしれない。そうですね、水が多かったかもしれない。うんだ,だ,かだから、その三、三つと。これいい。これ、これ、一杯全部。氷入れる時って。はいう。おすすめにまず入れます。はい。で、氷入れる水なに。すそうです。はい、どうしてたの?。<laughs> いや、僕のイメージは。後で氷入れると思ってたんですよ。 再完成させてからのそうですねこれだと氷溢れますねあそうかそれか氷入れた上でおすすめいや氷入れたとこの氷入れたらおすすめのその線ののが曖昧になると思う液体が氷なんかでも途中で入れたら水の量だって曖昧になりますやんでもそれ考えてその線なんちゃう氷の形にもよりますよまあ量とかねえこれ氷 全部作ってから凍りちゃいますいや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 そんなことで溢れるから。<laughs> だってこの線の意味がなくなりますやん氷何個とか決まってないし1個の奥さんも決まってないし、うん、だってまちまちなる 要するにそんなシビアなもんやないちこでええ、だってこんなシビアに作ってんですよそこはシビアやこんなシビアやのに液体はシビアで氷をどうこう書いてないってほんならもうこれ氷なしのものですよもうそのコップにケチつけてることや違う違うだからこれには氷入れないですってあ、氷入れない言ってるでいやでもそうやったら溢れるしだってこんなシビアに作ってんす氷ってでもね水ですやん言うてもうん 水でも氷でででもも一緒ですやんいや、んい濃度は違うよあないやいや一緒ですだから何か言いますやんこう氷ってちょっと膨らんでるから上からちょっと出てるぐらいで一緒ぐらいなんですようん、うんそうなのまあ別にあなたはそれ持って帰るわけちゃうから <laughs> いいじゃないですか 難しいなこういうのがあったらええけどちょっと作ろう自分でまあこういう番組ね最初もろってるから何十年ぶりかでカルピスをね飲む機会が与えられたっていうことですけども、はい、まだ今後何十年飲まないですよね飲まないですねえー、<laughs> え,えこうあんだけ喋ってて <laughs> うわ懐かしいな言うてたのに飲まないんですかあと何十年もいや <laughs> それ飲まないとはまではよう言わんけどなん機会があったら飲むと思うんですけど、うん 積極的にねまだだってこれ1時間ぐらい前の話ですけどまだ残ってるからああちょっとやっぱビールは今日は飲まないでおこうと思っそうなんですかそれ<ー>を消すためのビールじゃないですかいやー違いますへえ<ー>もうそんなにそのシビアに口の中のえだ,だって味が強烈やもんはい強烈でしたよでも時間経ったらまあ、うん、まあ今から帰ってもう1時間後ぐらいやから、うん

にません、ね、っ何それ思い出になりますやんだからお孫さんのおじいちゃんちの夏の思い出がカルピスになったら、うん、それはそれでいいじゃないですかいやいいですね、うん、思い出になりますやん何それ思い出になよう <laughs> はそんなこと言いますね <laughs> ええええもしてないし何やったらお孫さんのんか今後のなんかねうん楽しいおじいじの家みたいな感じを想像して喋ってんのに何それ恐ろしいですわ暑さが増加してんのかなそうですね暑さのせいですそうですわ集中力もなくなるしねまたじゃあ来週お会いしましょう皆さんありがとうございました